3月16日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。広く高気圧に覆われて西日本や東日本では晴れるところが多くなりますが、低気圧の影響が残る北海道では雪の降りやすい天気、また別の低気圧が接近してくる東北の一部や関東の北部では天気急変の可能性がありそうです。ではお天気の流れを確認していきましょう。北海道では雪の降りやすい天気が続き、特に道北や道東では積雪の増す恐れがあります。ご注意ください。西日本、東日本はオレンジ色、晴れるところが多くなりそうですね。ただ夕方頃になりますと、関東の北部や東北の一部では雲が広がっていきます。新潟周辺でも雲が広がり、にわか雨や内陸部ではにわか雪の可能性がありそうです。そして気温の予想も見ていきましょう。6時の段階、朝は冷え込むところが多く、最低気温1桁というところが西日本、東日本では多くなりそうです。日差しも届いていきますので、昼間はどんどん気温が上がっていきます。最高気温は20度前後となるところが西日本、東日本で多くなっていきます。1日の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。また北日本では日差しも乏しくなりますので、気温が上がりにくく、昼間もひんやりとした体感となるところが多くなりそうです。暖かい服装でお過ごしください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。